みんな集まったみたいね。よし、トナリ。族長から儀式用の剣を借りてきたの。これがないとできないことがあるのよね。今日何をすべきか。ちゃん、もちろんだぜ。ルラが目覚めるのを待つんだよな。起きたら一体何があったんだって問い。僕もばあちゃんに言われた通り必要なものを全部用意してきた。バッチリね。おしゃべりはこれくらいにして、始めましょう。ひされし煙のうちより、捧げ奉らん。月なき夜には星々を、死の主に捧げ奉る。落ちよ。落ちよ。ただ落ちよ。うわ、なんかの呪文か。急に寒くなったぞ。静かに。ばあちゃんを邪魔してはいけない。我ら祭祀たる王の末、遠き昔の契りによりて、我シトラリがここに継ぐ。我が名はアークルバティ。見ろ、ルラのスピリットが戻ってきた。体に向かってる。水石の歯を持ちて夜の帳に突き立てん。ルラよ、我が命に従いて、炎天の大地、何時の、うまくいったのか。あれ、ここは。うわ、クラスママじゃなくて、シトラリ大祭司様、どうかお許しを。このガキンチョ、自分が何をしでかしたのかよーくわく。あとちょっとで戻れなくなるところだったのよ。自分を抜け殻にしてそんなに面白い。申し訳ありません。罰を受けます。あら、本気かしら。なら早く家に帰って両親に別れを告げること。父さん母さんさようなら。抜け殻としての人生が楽しいから石像になって100年間グラスバーバの家の門番をするんだってね。嫌です。本当にすみませんでした。助けてくださってありがとうございます、シトラリ大祭司様。ふん、お礼は孫に言ってちょうだい。この子が異変に気づいてなかったら首を突っ込まなかっただろうし。礼はいい、ルラ。口ではああ言っているが、ばあちゃんも僕たちも責めたりしない。君は騙されたんだろ。悪いのは、すべて谷中ってやつだ。いや、谷中さんは関係ないよ。僕がやってみたかった。スピリットが多く残ってるものを媒体にする方法を教えてくれたのは、確かに谷中さんだけど、やるって決めたのはこの僕だ。あの日、ごめん。全部僕のせいだ。はぁ、かなり洗脳されちゃってるのね。じゃあ、あのかけらは、そいつが持ってきたもの。ああ、神社界と関係のある宝物だと言ってたよ。どう見てもお前を利用してるじゃないか。そんなの、お前に霊視。でも、僕は霊感音痴だから何の不術も使えない。僕みたいな人は、ただ座って瞑想しても、一生スピリットを感知できない。でも谷中さんは、別の方法で無理やり不術を使えるようにすれば、例えば自分に大量のスピリットを浴びせればそれを捉えるチャンスがある。そんな方法無茶だろう。シトラリがいなかったら本当に戻れなくなってたんだぞ。ごめん、本当に申し訳ない。でもみんな才能があるのに僕だけ何もできなくて、僕はただみんな。気持ちはわかる。大して努力しなくても立派なキャベツになる種もあれば、どれだけ頑張っても芽が出ない種もある。理由は僕もわからないけど、
多分それが人生ってやつなんだろう。こんなことを言っても役に立たないかもしれないけど、ひとまずお話はここまでにしましょう。まずはマトーラのところで検査。大丈夫だ。これといった問題はないね。ただ腹が空いてるだけだから、帰ったらたくさん飯を食うと。よかった。脱根状態が長かったことで体の一部が壊死したという話も聞く。壊す。ああ、そうだな。ルラ、これまで君のことはよく知らなかった。オロル、あなたは僕のことを知らないと思うけど、僕はあなたを知ってるよ。シトラリ大祭司のことも、旅人とパイモンのことも知ってる。オイラたちのことも。言うのはちょっと恥ずかしいんだけど、みんな僕の憧れなんだ。でも僕にはあなたたちを見上げることしかできない。だって霊感オッチなんだから仕方ないだろ。見向きもされないのはもう慣れっこだから気にしないでくれ。オロル、あなたの言う通り、これが人生なのかもしれない。これからはみんなに迷惑かけたり危ないことしたりしないよ。ルラ、慰めはいらないよ。ちょっと何言ってるの。ちゃんと私を見なさい。おい、シトラリ大祭司様。よーく見るのよ。何かわからない？何を言っているんだ、ばあちゃん。旅人、シトラリの顔にも優しいって書かれてたりしないよな。あれ、なんか気のせいかもしれないけど、シトラリ大祭司様が透けて見える。いや、きっと気のせいだ。僕にわかるわけが。待て、これは僕が使ってた符術だ。ばあちゃんの本体は僕たちとだいぶ離れてる。見えたでしょ？君はスピリットの異常に少しだけ気づけたのよ。おめでとう。本当です。でもどこに行ったんだ？バカね、釣りに決まってるじゃない。洞窟に設置した罠にかかったやつがいるの。あの谷中ってやつよ。なんだって？詳しい話はまた後で。洞窟に来てちょうだい。逃げられた。恥ずかしい。さっきすっごい自信満々に言っちゃった。どうやら谷中ってやつは逃げ上手みたいね。あの子たちを納得させる理由を考え。シトラリ、谷中を捕まえ。洞窟にはばあちゃんだけだ。捕まってないみたいだな。私がわざと逃がしたの。でも体にはマークをつけて、この近くに現れたらすぐに追跡できるようにしてある。なるほど。洞窟を離れたふりをしてこっそり待ち伏せしようとしたんだな。おお、こないだオロルンを捕まえた時と同じ。でもシトラリはなんで谷中が来るって分かったの？神社界の地図と弓のかけらをわざと机に置いて餌をまいたのよ。それが谷中の目的かもしれないからね。私たちが離れてしばらくしないうちに罠が発動したの。え、本当に罠があったのかよ。もちろんよ。君たちには反応しないようになってるけど。ほら、言っただろ。谷中さん、本当に僕を利用してたのか。沈着会の情報が欲しかっただけなんだな。
ええ、どうしてあいつが欠片を拠点に残したのか。人弱界の場所の情報を手に入れた時、欠片はただの餌だったって。ルラは絶対に問題を起こすし、部族もルラのことを放っとくわけがない。つまり必ず誰かが助けにやってくる。なるほど、あいつは本当に釣りをしてたんだな。実力者をおびき出して欠片を霊視させるために。ええ、そして引っかかったのは。ごめん、僕だ。それにばあちゃんも。この私は君のためを思って。とにかく谷中は狡猾なやつだ。そして一番リスクの低い方法を選んだ。確かに、もし直接シトラリを訪ねてたら一発でバレるもんな。お、そういえばシトラリ、なんで谷中を逃がした？だってあいつって逃げるのが上手でしょ。捕まえておくためには全力を出さないといけない。でもこの場所で騒がしくすると何かと。もしかして場所が悪かったか。ごめん、最初はルラを助けるためにあえてスピリットが比較的多い場所を選んだんだ。狂気。そう、壁の向こうにいてね、起こすと面倒なのよ。それで一旦手を引いたの。それでもいいお知らせもあるのよ。地図と欠片は全部取り戻した。私だってやるときはやるんだから。よかったぜ、谷中は何にも持っていけなかったんだ。ただ悪いお知らせもあって、多分あいつはもう地図を見ちゃったのよ。人弱界が消えたと。え、ちょっと心配だな。まさかそいつ何か。安心して、行方はちゃんと追っておくから。それとルラ、もし君さえよければ地図と欠片を旅人にあげたいの。この子のこれからの旅に役立つかもしれない。もちろんいいとも。旅人がもらってくれるなら文句なんてないさ。どうせこっちはみんな興味ないもの。それにもし本当に人弱界の場所を示してるなら、君みたいな冒険者は絶対見逃せないでしょ。これはあくまでグラスバーバの勘だけどね。あのシトラリ大祭司様、もう一つ聞いていいですか。僕は今でも霊感落ちな。なーに寝ぼけたこと言ってるの。君はちゃんと私の現実に気づいたでしょ。わざと見破られるようにしたとはいえ、霊感音痴に分かるようなものじゃな。オロルン、時間があったらこの子にいろいろ教えてやってちょうだい。どれだけ吸収できるかはルラ、君の実力次第よ。よかったな。人生って本当に不思議だ。前に進み続ければ僕は嬉しいよルラ。これからは一緒に頑張ろう。僕も君も立派なキャベツになれるといいな。